はい、どうですかね。こっちに来て順次始まって1回体重落ちて、はい、で今順調に体重も増えてきて先週から490キロ。で、まあ、長距離メニューとしては今だいたい1500m か 2000m、はい、順調に進めてきて、はい、週1回か2回まだ販路を見せる程度、はい、まあ、早足か少し駆け足かという感じで進めてきて、はい、まだ全体的にこう全身規制が少しちょっと足りないかなって思うんですけど、徐々にペース上げていけばその辺解消できるかなっていう感じでは進めてきてます。どうですか、気象の面とかプチンときます？やっぱりあのこいや今苦しいところなくなってきてからは、あの最初の反応、その急に逃避したり、はいはい、驚いてな立ち上がろうとしたりっていうのはなくなってきて、あ、そうそう、走る方にどん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 気持ちが向いてきてる感じは受けてる最近はね。まあ、順調に順調を終えれたって感じですかね。もう本当に順調にここまで来てるんで、これでまあ予定としてはもう年末にかけて、はいはい、こうあの距離は増やさないけどちょっとペースを少しずつ上げていって、はい、こう年末までには販路でまあそうですね、ハロン18前後ぐらいまで1回上げれたらいいかなと思って、